D の強行は目に余る。これ以上犠牲が出る前に、止めねばならない。フェイ、我が力を分け与えた半身として、D を連れ帰れ。この白状まで連れ帰るのが無理であれば、打ち倒せ。追い詰めたぞ、D。世界中追いかけ回してくれちゃって、とんだ迷惑よ。お人形さんには疲れってないのかしらね。私を人形と呼ぶな。あら、何か思い当たることが？私を追いかけ回すためだけに生まれて、それ以外に何もできない。そんなあなたは、私から見ればお人形さんでしかないわ。黙れ！そんなに怒らないでよ。可愛い顔が台無し。はあ、そんなに可愛くなかったわ。ご主人様と同じ顔だし。D、もう話は終わりだ。お前は連れて帰る。ご主人様と同じ顔で怒らないでよ。それに私、往生際が悪いのが魅力だと思ってるの。人形風情が。調子に乗らないでほしいわ。私を殺しても、あなたもきっと、ご主人様に取り込まれて終わり。自分の力を分け与えたまま放置するほど、お人よしじゃない。あなたって、何なのかしらね。私は、私。ここから消えて、もう二度と姿を見せるな。私を殺すなんて、あなたじゃ無理ね。
解放する。役目を果たさず、なぜ戻った？お聞きしたいことがあります。私は、Dを打ち倒したら、どうなりますか？それは、今気に病むことではないと思うが。教えていただけませんか？我の力をそのままにするわけにはいかぬ。我の中に帰ってきてもらう。そうですか。私は世界をこのまま見て回りたいと思っています。それは許されないことでしょうか。許さぬ。お前の力は今の我と同等。世界に及ぼす影響は計り知れん。それでは、私はもう、ここには戻ることはないでしょう。そうか。では、今この場で返してもらおう。お断りするといえば、どうなるでしょうか。断るという選択肢を与えるつもりは、ない。人の感情とは時として不要なものだ。お前は、拾ってきてしまったらしい。我と同等の力を与えた理由は、今ここで戦うためではなかったはずだ。Dには私に遂行したい目的があった。私には理解できない。彼女は駆り立てられるのか。彼女がやろうとしたことは良くないことだけど、彼女を羨ましく思った。私はあなたの人形じゃない。人としての意志を持って、私自身が私を決める。Dは幾人も人を殺めた。その前提は今のお前と同じだ。お前をここで自由にさせるわけにはいかないのだ。これが見えるか。考え直すのないと認識する。我の手で、お前の誤った思考を打ち砕こう。その時、私は死んだ、あるいは、生まれ変わったのだろうか。目が覚めた時、私は、誰なのだろう。おい、大丈夫か？誰だろう。村へ運ぼう。ここに放置はできない。しかし、この子を見ない服装だな。私は、なんでこんなところに。なんで。
をしていたかも、わからないんだろう。やっ！目が覚めたかい？体の具合は大丈夫かな？君、この近くで倒れていたんだ。怪我がなくてよかったよ。あの、ここは？深い森の近くにある私の村さ。小さいがね。この辺りで見ない格好だけど、君の名前は？フェイ。名前は？フェイ。そうか、フェイ。無理せずゆっくりして、疲れを取ってから出発するといい。Thank you.
やっ。依頼を受けてくれますか？討伐をお願いします。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 よろしくお願いします。今日はどの依頼を受けてくれますか？またお願いします。